ズキさんジジイと戦うのも久しぶりだな。いっぱい来た。昼間とは思えない。和樹さん若くない？おい、コパン負けてる。着地に合わせられへんかった。オーバーヘッド出てなかった。入力ミスしてた。ガードは入らんかった。そうね、熱帯の合間合間はね、 FGO を回さないとね。やはりそう、最近の20段はね、こんなんばっかりですわ。最近の入門もこんなんばっかりなんやけど、怖い。やばい、最強キャラじゃないこの。じゃあこんにちは。画質が若干汚いのか。もうちょっとあれなのかな、画質綺麗な方が良かったかな。この配信で長時間放送しても問題なければ、もうちょっと画質を上げてみてもいいかもね。コパン多分全キャラで一番長いコパン、多分あいつより長いコパンっておったっけ。まあアクセルはコパンじゃないからね。
死んだし。どうなのかな、次回作のロケテが昨日はまだやってたらしいけど、次どうなるか、もういつまでなんだろうね。あれは今日やってんのかな。まあ、レブ2の調整見てる感じ、このディズィーとかいうキャラと、まあ、シンは弱体化は受けてるっぽいけど、それでもまだ戦いそうな性能してるしね、すごい。この2キャラと対戦して戦えないときついだろうね。投げた。やばい、ハメに行った。なんだよ、ダセな。ハメですわ。怖い。宿題をに。なんか向こうの方で座ってる人がいる。ロケテで検索しても KOF しか引っかからなかった。ってことはもうやってないんかな。なんかあの告知自体がね、なんかすごい曖昧な感じだったんだよね。ロケテスト1週間程度とかいう謎の。間に合わんかった。はめられてる。若いよ。やっぱりディズニー動きのパターン分かってないときついな、相手の。今配信が途切れた。止まったの俺だけじゃないよな、これ絶対に。
途切れるな。俺の PC だけ？他の人はちゃんと見れてとかそういうオチかな。そういうオチだったりするのかな。あ、やっぱりゲームの画面が途切れる。結構足りてないの？結構そう。そんなに厳しい画質で出してるわけでもないはずやねんけどな。なんかあれだな、止まるときすごい負荷がかかってるの、なんでよ。今見たんだけど、なんか一瞬3回だけすごいビットレートの数字が跳ね上がってる箇所が3箇所ある。どういうことだ、なぜそうなった。トレード自体はそんなにすごく負荷かけてるつもりはないんだけど、多分手が出てない。さすがにフォローしてるな、これ。学生です。
投げれんかったー。マックス出てね。バーストはね、大丈夫、三重士がいるから。あとは変えれるって言ったら2箇所ぐらいしか変えられないな、まあ、それはまた明日の配信、明日か今晩の配信かな。宿題を2倍、I'm gonna die.
また消えた。なんでなんだろうな、このマジで。やっぱり2倍ぐらいに跳ね上がってるんだな。当たってんねん。手が出ねえ。なんか急に声がダブり出した。タクソ。あ、マジか。今の失敗するか。あ、この画面か。なんかバッファーか。バッファーの。
げになってね。投げじゃなかった。ブリッジする余裕もなかった。当たってしまう。ダクセ出てね。またでもディズニーだった。